なんじゃ、ずいぶん珍しい格好をしとるの。自分でもそう思うよ。似合ってないかい？いや、そういうわけではないが、冒険者というよりまるで貴族のようだと思っての。このところ後方からの指揮ばかりで前線に出る機会が少ない。槍を持つこと自体ないから最近はこんな服ばかりだよ。ロイマンからも冒険者の統率に尽力しろと口うるさく言われているしね。威厳のある格好がどうとかとも。イビルスの動きが活発化しとるからな。やれやれ、冒険者とは本来ならばもっと単純な職のはずなのだが。まあ、冒険者のブレイバー以外にもインテリのフィンを世間に認めてもらうのなら悪いことばかりでもないさ。まったく、何でもかんでも野望に結びつけおって、お主の立派な悪癖だな、それは。利用できるものは利用するさ。ただでは転ばないし、恥もかくだけじゃ終わらせない。可能なことには全て手をつけておく。野望を叶えるということはそういうことだろ。自覚しとるやつに言っても無駄か。まあ、分かっとったことだがな。え、そのこじゃれた服は自分で選んだのか。長年付き合っとるが、お主の趣味ではないような。ああ、さっきの話の続きじゃないけど、ロイマンに渡されたんだ。生地も上質だし、くれるって言うならせっかくだしね。ただ寸法がぴったりだったのが少し怖かったけど。あれを選んだのは私ではないぞ。何？だがフィンはお前から受け取ったと確かに。あれはもともと匿名希望でギルドに送りつけられたものだ。パルームはもちろん、フィンのファンの士気も爆上げになるとメモを添えられてな。確かにその通りだと納得した。納得するな。だが実際その通りになった。女性冒険者の活躍は目覚ましい。私の読みは正しかったというわけだ。どうなってるんだこの年は。そもそも何者だ、その匿名希望の差出人というのは。つうわけで、フィンは何も知らねえで私厳選の服を終始身につけてくれてるってわけだ。都市の士気は上がるし、知れず本人も私の趣味に染まっていく。こうやって外堀を埋めて、いずれ。君だったのか。こんな神々の言うところのハイセンスな着衣を用意してくれたのは、君こそ僕のお嫁さんにふさわしい。結婚してくれ。おぞましい。